はい、おはようございます。おはようございます。今日何の作業されてます？今日はね、お茶摘み。お茶ですか？はい、5月2日がね、茶摘みの始まりのようなこと言うですよ、山梨県ではね。今日はもう6日ですか、連休の最終日ですけどね、天気が良いしね、少し良いお茶を飲みたいと。高級ですよ、茶摘みね。機械で作ったお茶とね、手で揉んだお茶とはね、味が違いますからね。美味しいお茶を作って、明日ですね、飲めるのはね。今日はこちらへ、明日、明後日かな、から飲めるんですよ。あ、そうですか、もう飲めるんですか、じゃあ。あ、そうですか。美味しいお茶ですよ。はい、頑張ってください。はい。